はい、こんにちは、私は好きな人の前でエロ発言をしてしまったのです、はい、それ以来その人は私のことを変態だと思っているようです。どうしたらいいでしょうか。どんなエロ発言をしたんだろう。変態と思われるような発言ですか。それはいっぱいいっぱいになって言っちゃったのかな、それともなんだお酒の勢いとかで言っちゃったのかな、ね、どうなんだろうね。いろいろあると思う。シチュエーション的にはね。あとどこ、それこそどこまでのことを言ってしまったのかにもよるでしょう ね、その人が変態だと思ってるっていう感じをなんかこう感じ取っちゃったんだろうね。それはきっと本人的には嫌なんだろうな。でももしかしたらその人はそういう風に思ってないかもしれない。でどうなんだろう。実際女の子がそういうちょっぴりエロネタとか、最近ほらエロかっこいいとかエロかわいいとか流行ってるじゃないですか。まあ、ね、はい、エロかわいい人は自分でエロと発言をしないでしないですね。言わないで。しないけど。そこは重要ポイントかもしれない。どうなんだろう。でそういうエロ発言は女の子はどう？うん、僕は下ネタとか話す人は、うん、友達になっちゃいますね。なんか普通になんか楽しく話しちゃうから、こっちもなんか気兼ねなく話せるから、うん、友達にはなるんですけど、恋愛のその先にまでは行きそうにないかなみたいな感じになっちゃう。逆に行きづらくなっちゃって、なんか別の親近感が湧いちゃって、その恋愛よりも前に友達としての親近感が湧いちゃって、その恋愛目線で見なくなっちゃうかもしれない、ね、どっちかっていうと同性のなんか感じに近くなっちゃうっていう、そんな感じになっちゃう、友達と喋ってるような感覚に近くなっちゃうのかもしれない。そっか、そういう女の子はあんまりいないから、逆に大切にな、友達として大切になっちゃうとか、そんな感じになりそうな気が。そっか、ね、でもね、ヘミングウェイさん、藤井ヘミングウェイさんはね、うん、好きな人だからね、そうなんですよ、ね、そこは問題ですよ ね、うん、そうですね。なんかいいアドバイスはないですかね。まあでもフレンドリー、うん、なんか会話はしやすいような気、話しやすいなとはなんか思うんですけど、ね、うん、でも、なんだろう、それ、一回こっきりなわけでしょ、今。ですよね。ね、感じとしてはね。うん、ね、うん、どうなんだろう、逆にもう、それを気にしないで、うん、もう普通に今まで通りのフレンドリーな話をしていく中で、うん、あの時はたまたまああいうことをポロッと言っちゃったんだなっていうふうにしてしまうか、うん、それとも、ガンガンそういうことを出して、逆に、あ、もうこの子はこういうオープンに、明るく楽しい子なんだって、いうイメージを植え付けちゃうか。難しいところは、ただそっちに行っちゃうと、ただ同じように孤独みたいに男性の気持ちになると、どっちかというとなんか面白い女友達になっちゃう危険性はあるから、どっちかというとさっきこの間のジョークぐらいに言っといて、おそらくこういう発言するときってみんなに友達がいながらバイバイ言ってて、なんかその勢いで行っちゃいそうな気がするじゃないですか。二人きりの状態で自分の真剣な気持ちを伝えた方がいいんじゃないですか。その方がいい。その方が、お、違うな、いつもと違うぞって思うと、こっちも真剣に聞きたくなるじゃないですか。そうですね。それはあるかもしれない。さすがだ、恋愛上手。やった、ジャンクボーイ。やったどうなんでしょうね。はい、うん、ね、でも、うん、多分大丈夫だと思いますよ、これは。3回ぐらいの下ネタ、そんなに、あの時言った、あの時言ったとか、うん、そんなにないですよ。そこまでね。ないからね。しつこく考えないと思います。うんうん、心配せずにピュアな気持ちで、ね、欲しいですね。ですよね。ガンガン言ってください。はい。それでは次の相談。